指揮は任せた。期待しているぞ。地面はどうもな。敵発見。俺が相手だ。かかってこい。どうだ。私の番ね。発見したわ。いや、発見したわ。当たって。撃破したわ。よくやった。負けてられないな。行くか。答えは必ずある。行動開始する。この調子で行く。
行動開始。やってみるか。どうだ。敵撃破。なんていう手前だ。さあ、行くぞ。いい感じだ。発砲するな。あれは味方だ。どうだ。了解だ。私の番ね。そこね。やった。いい流れだ。発見したわ。来るとしっかりして。どこから狙われてるんだ。
任せろ。現在流力に転換中。僕たちもしかしたら勝てるかも。行動開始。逃げ道はない。これがバールの力だ。味方がやられた。お前ら気をつけろ。こちらは大丈夫だ。行かしてはおかない。行動開始だ。敵がいるぞ。敵発見。くらえ。
行動開始する。この調子で行く。当てる。仕留めた。任せろ。わからねえ。援護する。敵撃破。安心しろ、俺がついてる。あくたばってたまるかよ。行動開始する。そこだ。止めた。やった、これで進める。行きます。任せておけ。やりました。なんてやつらだ。衛星兵さん、ここです。準備 OK、 いつでも行けるわ。侵入された。応援を頼む。問題ない。一気に行くよ。行動開始。外さない。お前は運がない。敵は病院を動かないで。俺の出番かい。楽しんでる。みんなの役に立ちたいのに動けない。ショータイムだ。楽しんでる。問題ない。逃がしはしない。お前は運がない。行動開始。続くぞ。
行動開始。動くな、敵撃破。行くわよ。いたわ。負けるはずないでしょ。行動開始。動くな、敵撃破。僕は軍人だ、舐めるなよ。やったぞ。損傷大。行くわよ。そこだ。楽勝ね。よくやった。負けてられないな。行動開始。調子がいいみたいです。当てる。敵撃破。目標敵は確認。了解だ。敵がいるぞ。くらえ。行くわよ。はい。
始します。そこだ。相手じゃないわ。助かった。ありがとう。行動開始。大丈夫、行けます。当てる。敵撃破。やった。これで進める。行動開始だ。くらえ。敵撃破。今のチャンスだ。行くぞ。行くか。行動開始します。熱！落とせよ！落とせよ！
俺たちの勝ちだ。やったな。勲章が届いたぞ。
うん、いいんじゃないか。実はツーピースの方が体の線や体型をあまり目立たせないそうだからな。それどういう意味？別に褒めただけだが。もうダメだよクルト、こういう時は一言可愛いよって言えばいいの。そういうものか、勉強になったよ。可愛いよ。バカ、死ね。今から話すことをよく聞いてくれ。理解できたか？よろしく頼んだぞ。面白い考えだな。それにね、見て、自然に体が浮くのよ。浮力だ、それは。濃度の関係で淡水より海水は浮力が強い。クルトは海でもそういうことを考えているのね。普通じゃないのか。ねえクルト、今楽しい？え、私はすごく楽しいよ。とっても楽しい。そうなのか。こんな風にみんなと楽しい時間を過ごせると思わなかったから。全部あなたのおかげよクルト。俺は別に何もしていない。休暇だってクロー中佐がくれたものだ。ううん、そうじゃなくて、私が捨て子だった話はしたよね。ああ、覚えてる。ずっと周りからは薄気味悪いって思われていたの。そうだよね、目が赤くてこんな髪で親もいない。それにいじめられても軽い怪我なら次の日には綺麗に治っちゃうの。だんだん周りの子たちも私のことを怖がり始めて、いじめられもしなくなった。仲良くしようなんて誰も思わないよね。義勇軍に志願した理由はそれもあるの。
私を普通の人として扱ってくれる場所がどこかにあると思ってね。自分の居場所は必ずあるって信じていたから。それなのに次々と私の居場所は消えていった。全滅を繰り返し死神と呼ばれたか。ネームレスは最後だったの。ここで頑張ってダメならきっとおしまいだなって。だけど失うのが怖くて私は何もできないでいた。変えてくれたのはあなたよ。私と私の居場所を変えてくれた。こんな楽しい時間を作ってくれたのはあなたなの。ありがとう、リエラ。俺も君と同じようなものだったのかもしれない。どうして？俺はずっと自分を信じて生きてきた。自分で考え、自分で行動し、この手がどんな高みまで届くのか、それだけを考えてきた。リエラと違って俺の周りには大勢の人がいた。でも彼らはみんな俺とは距離を取った。別にそれで問題はなかった。自分のことに精一杯で他人のことなんて考えなかったからだ。それが正しいのか間違っているのかはわからない。他の生き方を知らなかったから。そうなんだ。だけど俺は今まで見えなかったものが少しずつ見えてきた。こんな寄せ集めの舞台で初めて互いに認め合える人間に出会えた。それが不思議だ。うん、不思議だね。そういえば初めてかな、クルトが不思議だなんて言ったのは。俺にだって理解できないものもある。私のことは少しずつだな。そっか、私もクルトのこと少しずつ理解していくね。ああ、それでいい。